どうも、ザタゲームズのザタでーす。ということで、今回はですね、ロブロックスにあります、スケビディタワーディフェンスですね。今日はこちらの方、遊んでいきたいと思いまーす。はい、ということで、今日はですね、トイタワーではなくて、スケビディタワーディフェンスの方ね、遊んでいきたいと思います。まあ、昨日ね、トイレタワーディフェンスの方もですね、アップデートが来て、昨日動画も出させていただいたんですけど、スケビディタワーディフェンスの方もですね、またちょっとね、新ユニット追加というところで、ちょっとね、今日遊んでいきたいと思いますので、ぜひ動画最後まで楽しんでいってください。というところで、なんだなんだ見知らぬキャラクターがなんか3体追加されてるんだけど、これはなんだ？これはガチャなのか？ちょっと待って、見ていこうか。ショップストアか？これ。え？ほらー！やっぱいるー！なにこれ？なにこれ？さあ、なんか3体新たなユニットが追加されてるんですけども、ちょっとまずこれ、一番左から見ていこうか。パトリオティックタイタンスピーカーマン。あ、そう、でも DPS36000、ダメージ9000で。あ、レンジが広いね。スピードもまあまあだし。で、これちょっと待って、ね、特殊能力が、なんだこれ。赤白と青の花火で敵を攻撃しますと。はいはいはい。で、花火が点火し、10秒間ごとに、10秒間現在のダメージを敵に与えるっていう風に書いてあるね。はいはいはい。で、次がこれ。何これ？アップグレードタイタンベミー？これあれかな？作者さんかな？ちょっと待って。DPS 37500で、ダメージ7500で、レンジ60で、あ、スピードが速い。で、特殊能力がビーンレイン。空から巨大な豆の缶を召喚し、敵に豆の雨を降らせて大ダメージを与えるって。めちゃめちゃ面白いね。さあ、というところで、さあ、これよ、これ！何これ！一番ちょっと気になる、この、何これ、三つ目。ちょっと待って。クローナーユニット。え？何これ ?DPS が4万で、ダメージ8万。レンジ90？ え、めっちゃ強くない？だけど、スピードが1から2になるね。ちょっと遅くなっちゃうんだ。で、スキルがパッシブ。何これ配置すると自分のキャラクターに変わる？なんだこれはい。というところで、ちょっと待って、これ3つ買うとね、結構なロバックスになっちゃうから、まあちょっとこっちにしようかな。これと、この、まあクローナーはちょっと気になるから、じゃあちょっとこれとこの2つ買おうかな。ちょっと3つはきついからね。とりあえずじゃあちょっとまずこれを購入していきましょう。さあ、ということで、クローンユニットも購入しました。いや、これちょっとどうなんだろうね。ちょっと、とりあえず、あれだね。ちょっと、これで乗り込むとあれだから、ちょっとせっかくなんで、ね、さっき手に入れた、購入した、これね。これ、ちょっとせっかくなんで、ちょっと、ロールを、ね、ちょっとエンチャントしていきましょう。これは、あ、来た！おっと、マジ！あー、ストリングスかー。まあ。まあ、でもストリングス結構強いんじゃなかったっけ？どうだったっけ？ストリングスは、あー、ダメージ 20% アップか。まあ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 、とりあえずこれにしとくか。ね。で、それであと、これちょっとこいつも一応なんかロールつけとこう、とりあえず。何？配置し、どういう能力なの？おー、またこれもストリングス。まあいやいやいや。さあ、というところで、じゃあとりあえず、じゃあ、このね、新しいこの2つのキャラをね、使ってちょっとね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、最後まで楽しんでいってください。というところで、じゃあやっていきましょう。さあ、ということで、ちょっとね、新ユニットの性能確認というところでやっていきたいと思います。じゃあ、とりあえずね、陰線ですね。陰線やっていきましょう。さあ、というところで、じゃあ、スタートやっていきましょう。さあ、ちょっとやっていきますよ。いや、ほんとね、このね、こっちのスキビリータワーの方は、マジで、なんて言うんだろう、この更新頻度が尋常じゃないよね。もう、新しいキャラクターみたいなね。さあ、というところで、じゃあ、ちょっとこれ使ってみる、これ。クローナーユニット、どうなんのこれ。え？お！すごい！すごい！そういうこと？すげえ！ザタさんが二人いる！すげえ！なにこれ？めっちゃ面白いんだけど、これ。すごい！これ面白いね。あ、そういうことか。自分自身の映し鏡的な、面白。ちょっとこれ面白いね。さあ、というところで、じゃあちょっとこっちのパトリオティックなんちゃらってやつ、これもちょっと紹介していこうか。ね。いや、面白いね。すごい。おー、なんか、なんだ、爆発してる。花火みたいな。これもあれだね、なんか、多分、あれだね、独立記念日のイベントの、多分あれなのかな。さあ、でも最初からあれだね、DPS840 で。で、こっちも、まあ DPS100、あ、でも最初は180か。ちょっとじゃあ、とりあえずね、
まあ今日はこの新ユニット編成でやっていきましょう。さあということで今ウェーブ7までやってきました。さあちょっとここら辺強化入れとこうかな。あ、1493、ちょっと待って。さあいけるか、いけるか、次あたりで、あーちょっと待って、間に合う間に合う間に合うか。ちょっとこうスキップ入れてアップグレードしとこう。おお、さあでレベル2でダメージ1800でレンジ50、もうすでにレンジ50なんだ。結構広いね。でクールダウンもね、割かし早いし、ダメージパーセカンド2250というところで、なかなか、これ何？これ、範囲攻撃、スプラッシュ？ん？これスプラッシュ系なのかな？え、結構なんか、あ、スプラッシュ系？なんかすごい、ちょっと範囲、若干範囲攻撃ってるよう、そうでもないか？どうだ？わかんない。なんかスプラッシュしてそうな、あれもするんだけど。あ、でもまあ強いね。あ、すごい。しかもよく見たらあれなんだね、お金がバッサーバッサーってお金が飛び散ってんだ。面白い。さあというところでじゃあレベル3にしていきましょう。さあ DPS5400 レンジ60で、これ強いね。結構もう初期の段階からレンジ60だから、これ結構いいかもね。結構強いかも。さあというところでじゃあこっちも強化しとこう、こっちも。さあクローナー、これもレベル2。さあレベル2で、DPS900 でレンジ40と、こいつも結構レンジ広めなんだよね。そう。さあというところでじゃあちょっと、もう一段階ぐらいいけるか。さあもう一段階ぐらい。さあクローナーも今レベル3 DPS2520 というところで、クールダウンが早いね。おお、すごい、武器になったか。あ、武器っていうか銃になってる。めちゃめちゃ物騒なザタさんになったな。面白いね。でもこれ自分のねアバターがそのまま映し鏡になるみたいな感じで。面白い。さあ、というところで、じゃあちょっとガンガンやっていきましょう。さあ、ということで、ウェーブ17までやってきました。さあ、こいつね、こっちの、パトリオティック、タイタンスピーカーマン、これをアップグレードしていきましょう。さあ、レベル4になりました。すごい、DPS14400 で、すごい、レンジが65のクールダウン 0.5。これは強いね。これは結構いいんじゃない？課金キャラの中でも割と範囲も広いし、まあ本当になんかお祭り記念イベントのユニットって感じですよね。そう。で、結構強いよね。おうおうおお。これ結構強いぞ。さあ、で、こっちもレベルアップしていこうか。さあ、レベル4。さあ、クローナーが、DPS が今1800で、あ、そう、クールダウン 0.17 なんだね。へぇー。だけど、次レベルアップしたら、クールダウン1にまた戻っちゃうんだ。戻っちゃうけど、ダメージがやばい。ダメージが24000で。なるほどね。前半は、だから、なんて言うんだろう。結構、クールダウンが短い、攻撃ね、クールダウンが短いキャラになるけど、後半は結構、火力重視になるっていう感じなのかな。面白いね。いや、これめっちゃ重くて、誰よって感じよね。もう、これはでも面白いね。これでも、なんか、いろんな、本当にそれこそさ、本家スキビティトイレのアバターとかでやったら、ね、そっくりそのままキャラ写しになるから、面白いかもね。さあ、というところで、さあ、ウェーブ今20までやってきました。次のアップグレードまでちょっとあれがあるね。さあ、ちょっとじゃあスピードを 1.5 倍速にしていきましょう。さあ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 、おっと、こっからこっから敵が強くなってきたか。さあ、じゃあちょっとここら辺で、あ、もうちょいでレベル上げられるな。さあ、今1枚いた。オッケー。さあ、これで、さあ、レベルが今マックスになりました。さあ、すごい、ダメージが1800のレンジ70のクールダウン 0.25 の、DPS43,200。これは強いね。これは強い。おお、すごい。しか、スナイパー、これさ、スナイパーつけたらめっちゃ強いんじゃないこれ。もうこれ、この時点で若干、もうスナイパーついてるようなもんだよね、これ。ね。で、今、ストレングスがついてるから若干、DPS が上がってるって感じなんですけども、いや、いいね。こう、もうすでに範囲がめちゃめちゃ広いっていう。いや、これはいいぞ。さあ、というところで、じゃあ次はこいつだね、こいつ。クローナーの方もね、ちょっと強化していきましょう。さあ、ウェーブ20、今4ですね。4まで来たんですけども、さあ、これですね、クローナーのアップグレードしていきましょう。ポチッと。さあ、これで、お、ロケランになった。さあ、ダメージが24000、レンジ70。あ、広いね。レンジ、こいつも広いね。で、クールダウンが1と。で、DPS が24000になったんだけど、まあ、1秒間にね、1回、まあね、ちょっと1秒間にね、1回攻撃なんで、ちょっと、
ね、あれな、まあ、1回のだからダメージが重くなるって感じですよね。で、次が2万なんだね、アップグレード。で、そしたらやばい、ダメ、DP、ダメージが9万6000。あ、若干、そうか、ストレングスが入ってるからちょっとね、ダメージが上がってるんですけど、レンジ90はやばい。だけど、クールダウンがちょっと落ちちゃうね。2秒か。ちょっとどういう感じなんだろう。さあ、というところなんですけども、まぁ、ちょっとかなり、まぁでもね、今回このユニット、ほとんどもうこのユニットしか使ってないね。この3つのね。さあ、というところで、じゃあちょっとね、ガンガンやっていきましょう。さあ、ということで、ウェーブ30までやってきました。さあ、このクローナーをマックスまでできるのか。さあ、レベルアップしていきましょう。よいしょ。さあ、これでレベルマックスになりました。ダメージが9万6000と。で、レンジ90。で、クールダウンが2秒になっちゃったので、まあ、ダメージパーセカンドね、4万8000というところなんですけども、なにめっちゃ銃持ってる。なんか、ロケットランチャーからなんか小型銃になっちゃったよ。若干退化してる。さあ、というところなんですけども、ただま、1回のね、一撃のダメージがめちゃめちゃ重いんで、だけど、これすごいね、レンジ90よ。これすごいね。これはもう、スナイパーつけずに、なんか違うね、こうストレングスとか、スナイパー以外のエンチャントがいいのかな。ね。さあ、というところで火力はすごいですね。火力は、なかなかじゃない。今のところまだこのね、メインもこの3つしか使ってないから。さあ、というところなんですけども、まぁ、ちょっとね、もうガンガンね、終盤までやっていきたいと思います。さあ、ということで、ウェーブ49までやってきました。はい、というところで、もうめちゃめちゃ今カオスなことになってるんですけども、まあ今ですね、このね、イベントタイタンスピーカーマン、これが今ね、4体、マックスでいますね。これ4体までしか置けないみたいですね。で、このクローナーなんですけど、クローナーは、まあ、1、2、3、4、5体か。うん。5体以上は置けるみたいだね。さあ、というところなんですけども、さあ、ラストウェーブ50ですね。さあ、もうここら辺はちょっと売りましょう。エンジニアももうちょっと売って、さあ、クローナー、いや、もうどんどんやっていきましょう。さあ、まだいける。さあ、やばい、ちょっと押されてるよ。さあ、もうどんどん。どんどんやっていきましょう。もうこれ売って、クローナーは、あれだね。クローナーは何体か。あ、全然なんか制限なさそうだね、クローナーの方は。さあ、どんどんやっていきますよ。さあ、もうね、もうラストなんでね。さあ、オッケー!いやー、これは強いね。マジで今回のユニットはかなり強いなぁ。というところで、じゃあちょっとロビー行きましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。スケビディタワーディフェンスの今日はね、新ユニットの性能確認というところでやってきたんですけども、いや、これ普通に今回強いね。強かったね、新ユニット。だってインセーンさ、あのインセーンだよ。あのインセーンを全然、ほぼそんななんか行き詰まることもなく余裕だったもんね、そう。今回は結構これ強いんじゃない？ね、特にこのパトリオティックタイタンスピーカーマンとかもね、ダメージ3万6千で、ね、で、攻撃速度も速いし、レンジ70、やっぱレンジが広いっていうのがね、魅力的ですよね、そう。まあ、このアップグレードタイタンドリルマンもとね、比べても、まあ、これ間違いなく買うなら、絶対多分こっちの方がね、良さそう。今だったらこのパトリオティックがいいのかなと思うんですけども。ね、まあ、ちょっとぜひ皆さん参考にしてみてください。まあ、ちょっとね、このね、真ん中のキャラがちょっと今回使わなかったんであれなんですけども、まあ、ちょっとこのアップグレードタイタン、ベミーさん、ね、使ったよっていう方はぜひね、あのコメントで教えてください。はい、というところで、本日はね、ちょっとこれにてね、動画終了するんですけども、まあ、引き続きですね、まあ、スケビディタワーディフェンス、そしてね、トイレットタワーディフェンス、まあ、しばらくはですね、このね、2つのタワーディフェンスをじっくりね、やっていきたいと思っておりますので、まあ、ぜひですね、スケビディトイレ好きな方、そしてタワーディフェンス好きな方はね、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマークのところですね、チャチ、パチッとね、オンにしていただけるとめちゃめちゃ励みになります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。